役現役アイドル永遠の30歳愛花まやです。今回は忙しい朝でも超簡単であっという間にできて、私が今ハマっていてずっとやっている髪の毛の巻き方をご紹介したいと思います。もう私すごいね、朝ギリギリなんですよ、起きるのが。で、時間があんまりなくって、もう着替えてメイクをして出かけるのがやっとだったんで、もうこういう一日中この状態、髪の毛がもう朝起きてそのまんまみたいなことが多かったんですけど、それがこのやり方をやることでなんかすっごい気合い入れてるようにも見えなくて自然だし、それなりに可愛く見える感じですっごく気に入ってます。では早速やっていきましょう。用意するものはヘアアイロンとゴム2つです。これだけです。まずは髪の毛を高めの前目のツインテールにします。もうツインテールの髪型にするわけじゃないから結構手ぐし適当でいいです。こういう感じでね、持っていきます。前にの耳上ぐらいにするのがポイントです。多分できました。こういう感じです。このツインテールにしてから巻くっていう巻き方の方法自体は渡辺義明さんっていう方の動画を参考にしました。ちょっと私の仕上がりとは違うくなるんですけど、詳しく見たいなって思う人は概要欄に貼らせていただきますので見てみてください。ツインテールにしたら片方の束を、この髪の束を3個ぐらいに分ける感じで巻いていきます。で、巻き方なんですけど、くるくるって巻かずに私はこうキュッて挟んで伸ばしたら毛先だけ内巻きに一巻きするようなイメージで、このぐらいですね。毛先だけ内巻きに一巻きするイメージで巻いていきます。このぐらいですかね。こんな感じでくるりんってならない程度に内巻きに一巻き軽く巻きます。それを3つぐらいに分けてやります。次の束も挟んで引っ張って毛先だけ一巻き、このぐらい。こんな感じです。で、3つ目も挟んで引っ張って下の方をくるっと持って、これだけです。あっという間でしょ。これを両側やるんですけど、一回ちょっと下ろして比べてみましょうか。じゃーん。これだけでちょっと毛先が全体的に内側に巻きます。で、こっちが巻く前の状態。これだけで結構なんか綺麗に見えるでしょ。本当にあっという間でめっちゃ簡単なんです。じゃあこっちもやっていきましょう。こういう風にツインテールにしたら、だいたい3個に分けて毛束を取ってキュッと挟んで下にゆっくり伸ばして、毛先だけ一巻き。これ慣れるとめっちゃ本当早くなるんで、なりすぎたかも。よし。で、またこの束を適当にいい感じに取って、くるっと一巻き。
巻き。よし、これで両方ほどきます。もう全体的に内巻きになってくれます。そして前髪は、私はいつもめっちゃ簡単にしてるんですけど、前髪もこうバッて持って、大体本当は上とか下に分けた方がいいんだと思うんですけど、時間がないのとめんどくさいんで、全部をガッとこう持ってクリーンってやります。まず結構クリーンってやります。そしてシュ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 とやって、 OK できました。本当にあっという間に簡単に、そんなになんか気合い入れすぎてない感じでいいなと思って、最近はずっとこのやり方で髪の毛を巻いております。でこれを逆に外巻きに一周にすると、外羽の髪の毛ができるし、もっとクリクリクリって巻きたかったら、奥までクリクリクリって巻いてたら結構クリクリの可愛い髪型になると思います。めっちゃ簡単なので、よかったらやってみてください。イエーイあとなんか長時間キープしたいときは、あのスプレーをかけて固めてもいいと思うんですけど、結構ね、私なんか1日持つんでスプレーかけないことが多いんですよね、うん、自然な感じでいいんじゃないかなと思います。それぞれ皆さんやってみてください。バイバーイ。2019年3月30日私の生誕祭ライブが大阪梅田のバナナホールというところで開催されることが決まっております。もうチケットも発売しております。皆様よろしかったら私の歌や踊りを見に遊びに来てください。今までにない本格的な思い切ったライブをしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。詳しくは下の概要欄に載せておきますので、ぜひ皆さんクリックしてみてください。よろしくお願いします。バイバイ。